ただいまね、キャンプ場を後にして、次のキャンプ場に行きます。なんか予約制のキャンプ場なんだけども、ちょっと、今日から予約取れなかったんで、ちょっと次違うキャンプ場に行かなきゃいけないんですよね。同じ長野のキャンプ場に行きますね。ちょっと今から 2時間ぐらいかかるのかな、これから。うん、まあ、ゆっくりドライブしながら行こうと思います。霧ヶ峰高原に来ました。まあ道中長いから、ちょっとここでアイスでも食べて、で一息ついていこうかという感じになりましたね。ちなみにさっきのキャンプ場からさらに上に登ったところにあるんで、まあ、結構いい風が吹いてますね。てか暑いな、風は気持ちいいんだが。ここのソフトクリームが結構 OK 喉が使った。こっちにもさ、ソフトクリームって書いてあるんだけど、うん、こっちの方がうまいんだよね。ああ、食ったことないけどね。え、どんなやつ？違う違う、向こうのとこっちの食べ比べたことがないけどねっていう。でもね、断然にデビュー見るとこっちの方がさ。ああ、そっか、どうせなら美味しい方を食べたいね。白樺、指定販売所なんてあるんだ。じゃあすいません、はい、風ちゃんおごりということですね。全然いいよね。あ、いい、全然もう問題ない。霧の駅限定だって。はい、何？なんか普通盛りとさ、大きめどっちがいいですかとか、お金払ったんだよね。あ、そう。あ、食べないと。どうぞ。いい、はい。何？値段一緒なの？うん、お、ありがたい。あ、僕も。あ、ま。うまいね。いいね。どうぞ。はい、じゃあ、うん、向こう行くか、うん、ここがかの有名なビーナスラインですね。おー、すごいな、ロケーション。すごいね、うわすごい、綺麗。ここ日本なんですか、本当に。めっちゃロケーションいいじゃん、これさ、やばいね。やばい、細見してっち、ほら、狭いじゃん、これ結構。そんなに広々作られてないからさ、ね、昔の道路って感じだけど。ああ、景色が綺麗すぎてさ、これちょっとよそ見して事故るパターンだな。そうだ、気を引き締めて運転しないと。ああ、これはさ、やっぱりあのバイク乗りさん好んで走るわなと思うよね。ああ、気持ちいいだろうね、ここは。いいね、バイクでさ、ビューンと。でもビーナスラインおすすめだよってみんなが言うからな。うん、ここら辺でツーリングしてると。そうだね。いや、素晴らしい景色だ。あ、すごいすごいすごい、アルプスの少女ハイジ。白樺湖を来ました。湖がいいね。いいですね。ああ、このロケーションも。あ、目の前は通らないのか、山に行っちゃう。なんだ、うん、まあ、このままスルーしていく感じ。ビーナスラインはここで終わり。ああ、終わり、ね、終わりというか抜けます。はい、さようなら、ビーナスライン。はいはい。で、大門街道を今走ってます。はい、結構くねくねだね、これ地図見ると。ああ、そうだな。ちょっと稲荷ちゃんが吐かないように。ああ、ちょっとゆっくりした安全運転というか。はい、お願いしていきます。はい、窓開けてみればいい。窓開けてみる、うん、エアコン切って窓開けてみるか。おお、キャンプ場まであと 2.4 キロ。
いやなんか下界すごい暑いなと思ったけども、やっぱ山の上は涼しいね。まあね、まあひんやりですよ。まあ涼しくなります。ああ気持ちいいな。もういかに暑いかだよね。いやこれすげえな。不安になってくるよこれ。これ絶対さ、もうすれ違えないじゃん。すれ違えない。あ、やばい、やばいものを見てしまった。あ、クマ注意。おるんだな。まあ大自然だしな。ここですかね。キャンプ場のほら、うん、コンロがあった、うん、ああ誰もいねえ。ああいいですね、素晴らしい。テント設営しました。まあ、今日はね我々一組だけなんで、まあ、のびのび使えそうですね。まあでもなんか疲れたんでね、もう飯食ってさっさと休もうと思います。今日はカレーなんでね、まず玉ねぎから炒めていくんですけど、もうあれですね、今日疲れたんでガスを使いましょう。もう楽をしよう、楽を。これですね、サバ缶。肉はね日持ちしないから、こういう缶詰でねタンパク質を取っていくといいですね。よいしょ。やっぱキャンプのことを考えたら、あの風に強いタイプのカセットコンロがあるといいかも。岩谷でいうとカセットなんとか、なんだっけ、あの風に強いやつあるよね、キャンプ用の。商品名が出てこないな。そしたらトマト缶も入れていく。サバとトマト缶って合うんかな。これものホール缶だからちょっと潰しながら加熱していきましょうか。でキャベツもねちょっとちぎって入れればいい感じになるんじゃないですかね。ちょっとねカレーのやつは一旦火から下ろして、で今ご飯を炊いてます。まあ一応あのなんだ余熱で火が通るんじゃないかなと思って、とりあえずしばらくカレーを放置して、まあ、こんな感じでご飯炊いてます。火を止めて、ご飯よそうのまだ早い。あ、いいよよそって。あ、もう眠すぎてやばいわ。もうさてようやく飯にありつける。いただきます。いただきます。うん、うまいな。やっぱりねキャンプ初日はサンドイッチがいいな。大変すぎるわこれ。うん、である程度慣れてきたらこういう調理をした方がいいな。うん、一つ学んだな。今日なんて撤収してまた設営してたもんね。そうそうそう、もうとにかく疲れた。まあ、とりあえずなんとか無事に設営というか、うん、まあ、落ち着いてよかったよ。そうだね。
水持ってこよう。